プリン食べました。そう、ゆうささんが差し入れで卵の殻に入ったプリンを差し入れしてくださって、あとマネージャーさんからスイートポテトの差し入れもあって、めっちゃどっちも美味しかった。では私は一口加えていただきます。うまっ、うまっ、うまっ。ニキビできた。今日朝起きて鏡見たらなんかできてると思ったら、おいしい、うまっ。ん、やばい、これ楽しい。でもこのニキビ、レミ絶対でかいとか言わないでください。うん、でもね、ここに絶対ニキビできる。アイスはパルム好きです。うん、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 おすすめ。板チョコ、白い板チョコアイス。今日皆さん公園見てくださりましたか？今日は、今日もたくさん、あ、すいません、アイスね、うちわがあって嬉しかったです。あーってなった。チョコモナカジャムも好きです。ふわふわ。でもね、ああ当たり前なんですけど、今日なんか大きいミスしなかったのね。み、まあ大きいミスしないのがまあ当たり前なんですけど、割と全然ミスせずに頑張ってというか、やりきりました、最後まで。なんかね、うん、ほうほう、当たり前なんですけどね、これは。だけど、そう、成長。2時間をさ、2時間、まあ約2時間をノーミスでできるって結構すごいじゃん。耳的にはすごいと思う。はあ、もうだからリラックスして、なんかあんまり緊張せずにニコニコしてできました、今日。すごい。うん、アットホーム感、かわいい。顔の雰囲気変わりました？私でもたくさんの方を見れました。なんかいつもは緊張して、なかなか、なんかマジみんなを見るってことはあまりね、難しいんだけどだけどなんか広く見れた。え、めっちゃ緊張するよ。目に見えて成長してる、うれしい。あーこうれしい。なんか成長したねっていう言葉がすごい一番嬉しい。はあ、だからそう言ってもらえるように頑張ります。おいしいよ。表現力も上がってる。ほんと？でも、量じゃないんだけど、ハルピョンさんの生誕だ。ハルピョンさんの生誕の
の日のドル明けの時の特にゆれみ今日ツインテールしたよ。でも赤ちゃんではない。なんかさ今日メイクさんにずっと赤ちゃんって言われました。赤ちゃんじゃないですってドル明けの拳と対角線めっちゃレミちょっとさあめちゃめちゃなんだろう意識して頑張ったんだけど見た見た気づいたかな。すごいねめちゃめちゃなんか余裕が出てきて、はあ、今日オリメンさんだけだったから初期メンバーの方ばかりでレミだけ本当にポツンだったの。またまただけどすごい緊張したけど頑張った。大学生すごく良かった本当。拳はでも対角線も日々前公演前公演あれ意識してもめっちゃうん塗り屋さんいるとねすごいどこの現場でも心強い。どこ行っても渚さんがいたら安心する。そううん嬉しい。拳のレミさん一番かっこいい。あの本当にこの前の雫の拳はマジでレミすごいね気持ちを入れた。いつも以上に。そう気づいてます。そう白いあれなんだけどめっちゃ美味しいこれ。おすすめ。カロリーみたいな。絶望するきっと。ん？うん、うん、すごいわ。美味しい。かけないうちに。うまい。うん、ごめんなさい。あ、カラクッカーね。うん、うんこんな感じで。もう最近めっちゃレミ公演出てて嬉しくない？嬉しくないって問いかける場面ではないけど嬉しいです個人的には。個人的には今年たくさん劇場出るっていうのが一つのあれなんで目標なんで嬉しいね。たくさん出てるよね。20雫20って。うん、そのなんかいろいろさあれたくさん経験詰めて嬉しい。そなんか経験値がさやっぱ経験値ってさ大切だなってすごい最近思うようになってきて、やっぱりさ爆発を踏まないと人は成長できないってことにもうなんだろうようやくなんだろうなステージに立つようになって気づいたんですよ私は。そうだから普通のイベントとかもそうだし劇場もねそうだけど、あの本当にねすごい爆発踏みたいって思ってる。これからもどっちの声が難しい。レミ的にあなんかね一生覚えれないのが雫。いや覚えなんかまだ
まあ、回数重ねてるけどあれなんだっけってなるのが静、あでもどっちもなるわ。難しいのね、ドル分けの方が難しい。ドル分けはね、あの本当に着替えも多いし、なんだろうな、あで、でもな、どっちもどっちかな、どっちも難しいです。超難しい。そうだからこれからもたくさん爆発、早着替えが大変。あれは1曲目ドル分け、アイドルのやけ、あれね、なんだろう、慣れたらいいけどタイミングずれたら終わりですよねって感じ。これはね、ルイボスティー本日2本目です。そうだから、でも明日あれだね、うん、ルイボスティー好き。でも何を話、でもレミはこの前の B 公演の拳と対角線の話をしたかった、ずっとね、すごい、はい、あの言いたかったの、頑張った、表現を頑張りました。拳はなんかすごい力入ったでも今日もね楽しかった。今日もすごい、今日はゆうなさんとたくさん目合わせたの、なんか今振り返ってもすごい嬉しいぐらいにたくさん目を合わせてくださって、レインも見てたんだけど、そうゆうなさんと一番目合ったし、あと七瀬さんともあのアフターレインであっち向いてほいが七瀬さんとなんですけど、一緒でたくさん打って、最後の47の時もギューってしてくださって嬉しかった。そうだからなんかやっぱりいいなって思いましたね。そう、嬉しいですね。でも楽しい、嬉しい、いやーって感じ。明日レミ制服だよね、制服着まーす、お話し会。あのすく、あそう、あそう、編み込みカチューシャ、そうやりました。リクエストをしてくださったんですよ、ファンの方が。編み込みカチューシャ謎のまま、ちょっとあの見てたコメント、え明日じゃないっけ、レミ明日じゃないっけ、えいつあれだっけ、制服21だっけ、え待って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 、忘れて、違うかもしれない、明日レミじゃない、違うかも、来週だ、明日じゃないって、明日じゃないらしい、ごめん、めっちゃ制服の着ていたわ、明日じゃないです、すいません、間違えました、来週の 21? え、めっちゃさ、やばい、危ない危ない危ない。リミずっとさ、昨日とかさからずっとあの、あ明日制服だな、明日この前せ、ああ次制服だな、21、15制服だなって思ってたんだけど、あ明日は普通のあれで行きますね。じゃあ明日も来てもええんやで、でも、でも制服もなんかなって感じだけど、どうしよう、いや来週来ます、
来週行きます。普通の服で行きます。明日は普通の服で行く。はい、すいません、レミが紛らわしいこと言って申し訳ない。予定通り行かせていただきますので、明日は普通の服です。うんうんうん、 OK、 頭の中ではできた。今月じゃたくさん、毎週会えるってことだね。来週、おうおうおう、あれだよ、あそう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 2月のお話し会の再販が開始されました。皆さん2月はまだあの完売のところがね、なんか出たみたいな噂を聞いたんだけど出てなかったので、あの皆さん完売を目指してぜひよろしくお願いします。あのリップグロスの全日程が2月で最後になるんですけど、そうだから2月を終えたら次いつあるお話できるのか分かんないので、この回この際にぜひ皆さん2月たくさん遊びに来てくださったら嬉しいです。あの完売目指して共に頑張りましょう。で21日のサイン会はおしもし使えないみたいだよ。じゃあさ、完売にさ、あの近かった、おしもし、はじめまして、はじめまして、もちろん嬉しいです。ぜひはじめましてでもたくさん来てください。21、22、いつがさ、レミ完売出てた、完売出てなかったっけ、あれ。はい、皆さんはじめましての方も、まあ、本当に大歓迎なのでぜひね来てくださったら嬉しいです。イエーイ、お話し会楽しいよ、すごいイエーイって感じだよね。マジで最終日、最終日2月、あれあれ、なんかさ一回どこかさ、あれ完売出てなかった、何、なんか紛らわしい違う、じゃあ出てなかったらしいので、ぜひ皆さんあの拡散お願いし、あ今日 TikTok 出そうと思ってるんだけど、なんか TikTok さ伸びない、まあさ、まあ、さ最初から伸びるわけないじゃん、そんなね。でも期待しちゃって、今何時、いたいや9時半、バズりたいんです私はそんなすぐにはね求めちゃいけないなって思うんですけど、今日は彼氏目線動画を出そうかなって思ってる。どう、見てくれますか見てくれる、あ申し訳ない、どうしよう、これしたい、見れたら見ないなんていかん。21日の2部はあとちょっとで完売、あれあれ完売出てなかったっけ、何気まずい、すごい申し訳ない、完売 したいね、なんかそう、なんか完売すりゃいいってもんではないけどさ、やっぱりさ表に完売ですって出るのはさ出ちゃうから、完売したら、そうだからなんか完売だけが全てじゃないっていうのはすごい分かってるんですけど、でもね表に出るから、3部制になると思う、そんなに期待してたらダメなの、なんかね下がっちゃったからね2部に、そう3部制に戻りたいです復帰したい、復帰したい、私は皆さんの力が必要、そう完売って響きがすごいいいよね。本当はねレミ、あの元彼のやつは
3部制だったんですよ。だけどリップグロスから乳製になっちゃって、そう部数がね少なくなっちゃったんですよ。まあね、いろいろあるから私の責任ではあるんですけど、なのであの次のシングルは3部制頑張りたい。いつかはね6とかね、払い忘れぜひなくしてくださいね。でもその代わりにたくさんたくさんというかね、あの完売したのですごいそれは嬉しかったし、初めて完売もできたから皆さんのおかげっていうのもあるので本当にありがとうございます。協力してくださって嬉しいです。そうなのでね、でも3部制になってももしね完売が出るようにしたいです。あ嬉しい、申し込みました。来る人もちろん増えて本当に超増えたんですよ。本当にね前まではすごいね本当にもうねあのお話ししてる時間の方が少ないって時もあったのね。今だけない今だから今だから言える話なんだけど、あのお話待ち時間の方がまあ多いみたいな時もあったんですよ。まあまあね、そうだけど、そうだけど最近はたくさん来てくださって、めっちゃ待ったっていうね声もたくさんね言ってくださって、ファンの方がめっちゃ待った人気者だね嬉しいってなるんですけど、そう、そうだからそれは成長だなって思うので本当に嬉しい。たくさんお話できて、なんかねその限られたさ一部1時間じゃん、限られた時間の中でやっぱさずっとお話できるって嬉しいじゃん。だからなんかリンそうちょっとドキドキするんだよね、始まる前に大丈夫かなって思うあるけど、でも始まったらね、なのでそうだからいやでも嬉しい、ずっと話してるのがリン的にはすごい嬉しくて、だから皆さん待ってます。今日のメイク漏れた、嬉しいこっちより先に見えてるんでしょ。あそうなのかな、321とは出る画面が表示されて、でもどうなんだろう、どういう感じなんだ。話しやすくて嬉しい、嬉しい、そう言ってくださって、でもねそれがたくさんの方に伝わったらいいんですけどね、なかなかね緊張する、緊張してます、いつも皆さん。でもレミレミちょっと緊張しないでもいいよ。そうサニーチからメンバーは見えてますね。緊張してるんだ、確かに。まあうん、緊張するんだね、嬉しい、嬉しいなありがとうございます。確かにねオンラインで話すことねいいもんないからね。そう、え今何分でしょうか、すいません私今携帯でやってて見れない。 36?OK40 分になったら教えてください。40分になったら多分ね、多分 TikTok あげる、多分ね、多分ごめんねこれであげなかったら、多分ね。でもね伸び悩んでるってちょっと面白いね。まだ始めたばっかりの人が言う言葉ではないんですけど、伸び悩んでるとか、始めて1ヶ月も経ってないのに伸び悩んでるって
いうものではないんですけど、ね、今日ねステージ用メイクだからちょっと濃い、ね、焦りが気持ちマジでそう。そう、昨日さレミさんまあ、あー眠いなっていつもより眠くなるのが早かったのね。まあそう、学校も始まったんです。皆さん急に話すことを思い出して、ちょっとやばい、もう終わる時間、そう眠いなと思って、まあ布団に入っても電気も暗くして、携帯のライトをつけながらねフリーウェイを見てたの、明日のフリーウェイを見てて、うんうんと思いながら普通に見てて、でもどんどんうとうとしてくるのよ。ほって、もうね本当に記憶ないぐらいうとうとして、え気づいたらなんか一つの動画が終わってて、あええみたいな、でもうダメだと思って12時前には寝た。レミ早くない？ちょっと自分でもびっくりした。寝落ちしちゃったんだけど、そう気絶並みにもうなんか寝てて、ちょやばいって思って、そう早いよね、珍しいと思って自分でも。そう学校も始まりました。私うわえおおいみたいな、そうとっと危険でもちゃんと目覚ましかけてからやったから、そう今日も早く寝る予定で、学校始まって久しぶりにお友達とお話して授業を受けてそうそうそう、それでこの前ね身だしなみ点検があったんですよ。まあ身だしなみをねチェックされるんだけど、それでまあマスクを取ってねパッて見られるの、ね、マスク取らなきゃいけなくて、でもそう、まあ、普段さ先生にさマスクの下を見せることないじゃん、何かがなければ、何かがなければね、マジで。だからちょっとめっちゃ満面の笑みで、ちょっと恥ずかしくて満面の笑みで、そうすっぴんだし、めちゃめちゃ血色もめちゃめちゃないしすっぴんだしと思って満面の笑みで照れながらマスク外したら、大丈夫可愛いからって言われて、ちょっと嬉しかったっていうなんかさ先生にさ、かわ、あの女の先生なんだけど、もちろん先生に可愛いって言われることなんてあんまないじゃん、だからなお嬉しかったあははって感じで笑っちゃった大丈夫可愛いからって、そうちょっとね脳内再生って感じ。あ40分、ちょうどそう、ではランキングを見まーす。13位まことさんありがとうございます。12位やまちゃんさんありがとうございます。11位ショートさんありがとうございます。10位まじまなちゃんありがとう。9位こじろうさんありがとうございます。8位176センチさんありがとうございます。7位おーちゃんねみぐみさんありがとうございます。6位ワンタンメンさんありがとうございます。5位ポムポムオセロさんありがとうございます。4位よしのりさんありがとうございます。3位かなりさんありがとうございます。2位アッキーさんありがとうございます。1位さじまなアットマーク2023年はレミタのとしにさんありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。ギフトもたくさんくださってありがとうございます。ではラキレミー。17位ザナットさんありがとうございます。おめでとうございます。では続いては49位だが断るさんありがとうございます。おめでとうございます。ではラスト79位ラッシーさんありがとうございます。おめでとうございます。皆さん今日もありがとうございました。では明日はスクショタイムしたいと思います。今日ねメイク濃くて漏れてるから、
はい、皆さん今日もありがとうございました。明日はオンラインお話会よろしくお願いします。ではゆっくりと休んでください。また明日、またね、おやすみ、バイバイ。 TikTok 多分あげるね、多分上がんなかったらごめんなさい、バイバイ。